スキューバーダイビング今夜は満月。漆黒の夜空に浮かぶまん丸のお月様が初秋の街並みを明るく照らしている。満月には不思議な力がある。古くからそんな風によく語られるが、それはきっと人々の願いと祈りが深く深く込められているからだろう。どんな人にも願いや祈りはあるものだ。その実現が どんなに難しいものであっても、その童貞がどんなに険しいものであっても、叶わないということは、決してない。願いや祈りはいつか必ず叶う。人々が願いと祈りを続ける限り。見てよこれ。うまく撮れてるでしょ今までで一番いい写りだわ。おお、これはいいね。こんなのよく撮れたな。最高じゃないか。私にも見せて。あら、ほんと。 日頃の行いがよっぽどいいのね、おめでとう。やったね、ずっと前から、それ狙ってたもんな、これ以上のベストショットはない。私たちは今日、キプロス島でダイビングを楽しんできた。スキーじフェリーの乗組員である我々は、その初フライト成功を祝うため、束の間のバカンスを取り、4人でのんびり過ごしている。フライトまでの1年間と、帰還後の数ヶ月は、1日の休みもないほど、多忙を極めた。 何しろ人類史上初となる重大な責務を背負っていたのだから。それら重責からようやく解放され、人並みの休日をこうして味わうことができ、本当に嬉しい。純粋にそう感じている。それにしても美しい海だったね。やっぱりキプロスにしてよかったな。もう最高。本当だね。あんな体験は初めてだよ。あちこち潜ったけど、世界中で一番好きだ。 わかる私もそう思う明日も潜りたいくらいよ今度は息子も連れて行きたいいいねそれうちもそうしようかな妻も一緒に誘おうあそこなら安全だしなホテルはベイルート近郊の高台にとり一同の家族も一緒に宿泊をしている過ごしやすく落ち着いた環境に包まれたこの辺りはしばらくの滞在地として最高だある意味で時の人となった都合上人目に触れずリラックスできる場所は それほど多くない。ホテルに併設された、オレンジカフェ、ベイルート店も、美味しい飲み物やちょうどいい量の料理で、みんな気に入っている。少し懐かしい感じのするちょうど品も、和やかな風情を感じさせてくれている。ダイビングってさ、宇宙を漂うのに似てるよね。浮遊感にしろ360度空間なところも。そうだな。装備もそっくりだし、訓練でもよく使うし、なんだか安心するしな。うん。 ダイビングが好きな人は宇宙空間にもすぐ適応するぜひ行ってほしい同感だわ私の娘もダイビングと素潜りが大好きなの私よりも上手なくらいキプロス島は古くから洋上の要衝として珍重されてきたそれだけ価値が高く文化や産業のハブとしても優秀な実績を残している海中に潜れば当時の遺構や財宝の痕跡を見ることができるし カラフルな魚たちの美しいランブに出会うこともできる。いつまでも泳いでいたくなるし、何度だって訪れたくなる、そんな景色がどこまでも広がる。透明度も水温も最高、まさに楽園と言える海は、私たちの蓄積疲労をすべて洗い流してくれ、今後へ向けたエネルギーをチャージしてもくれた。バカンスが終われば、また多忙な日々が始まる。来年のフライトへ向けたトレーニングとブリーフィングが、 我々の帰りを待っているのだ。そうした日々が今から楽しみである。ME13 年10月1日。オレンジカフェベイルート店 m g f 1クルーメンバーズ。